はい、皆さんこんにちは。坂木敦でございます。11時35分でございまして、11月の7日日曜日でございます。なんかね、薄日が差してるという感じでございますね。千代田区16度、この部屋の中は21度ぐらいですね。ちょうどいいという感じでございます。さて、ロイターにこういう記事が出ました。これはですね、今日ですね、朝の8時43分ですから、まあ今から3時間ほど前ですか。焦点、中国政府が愛したジャック・マー氏、転落劇の内幕ということでございます。3分で読めと書いてありますけど、ちょっと長いんで全部読み切れません。ジャック・マー氏にとって1年前の11月5日は栄光の時となるはずだった。自身が起こした中国電子商取引大手アリババグループ傘下の金融企業アントグループが370億ドル規模の上場を果たす予定だったからだ。370億ってね、すごいですよ。4兆円以上ですか。4兆円の金をかき集めるという、それが中国政府の意向でプイッと飛んでしまいました。飛ばしましょう。国家首脳並みの隆盛を極めた2017年の姿からは様変わりだ。マ氏はこの年ニューヨークへ問い、米大統領就任を2日後に控えたトランプ氏とトランプタワーで2者会談を行った。そして米国に100万人の雇用を創出すると約束した。この派手な外遊が中国政府を憤らせることになった。政府がこの会談と雇用に関する約束について知ったのは、一般人と同じく馬氏がトランプタワーで記者団の質疑に応じる様子がテレビに放映された時だった。アリババに近い関係者4人と中国政府筋1人が明らかにした。アリババの関係者2人によると、同社はこの後政府高官から事前の承認なしに馬氏がトランプ氏と会ったことを政府は不快に思っていると告げられた。その自分たちの共産党のポジション、何か地位についてるわけでもない馬氏がですね、勝手にトランプに会いに行ってですね、アメリカで100万人の雇用作りますとかって言うたら、それはあんまり愉快な気はしませんわね。アリババ関係者4人はこの会談をきっかけに、マシと中国政府の関係が暗転したと見る。投資家は今何とかマシの消息を知りたいと思っている。10月にマシが、スペインのマジョルカ島に姿を現したとの報道が流れただけで、アリババ株の時価総額は420億ドルも増えた。420億ドルですよ、これ。5兆円近く増えたわけですよ。同氏の外遊が伝えられたのは1年ぶりだった。つまりね、ジャック・マーさんね、去年の11月からこうどこにいるかわからないようになったんですよ。まあ拘束説も出たぐらいなんですね。それをですね、10月にマジョルカ島にいるということで、この、まあ、出国を許されたんだということでですね、あ、よかったやんと、中国政府もちょっとタガを緩めるんかなというふうに思ったんで、みんなアリババやって買いに行ったわけですね。そしたら5兆円近く増えたということですね。中国当局がアリババの取締りに乗り出したのは、マ氏が昨年10月技術革新を拒んでいると金融監督当局を批判する演説を行った後だった。アントグループは土壇場になって上場中止を余儀なくされた。ですね、飛ばしていきます。投資顧問会社 BDA チャイナのダンカン・クラーク会長は、改革です。ジャックはあまりにも挑発的で、習氏の新たな統治姿勢からはみ出したため、政府が大改革を始めたことを知らせるための最初の標的になったのは当然の成り行きだと語る。マ氏は渡航して外国首脳と定期的に交流し、海外から広州市のアリババ本部を訪れる VIP も後を絶たなかったとクラーク氏は指摘する。トランプ氏との会談後も国際交流は続いた。2018年から20年にかけては
グテレス国連事務総長、ヨルダンのラニア王妃、マレーシアのマハティール前首相などそうそうたる顔ぶれと会談を持ったと。まあね、そういうことをやってるとですね、当局に睨まれるんですね。結局睨まれて、政府筋によるとマ氏は続いて今年習氏に直接書簡を送り、残りの人生を中国の汚村部の教育に捧げたいと申し出た。マ氏は元英語教師、習氏は5月中国高官らとの会合で書簡に言及したという。まあ最後の方行きましょうか。これ行きましょうか。アリババ傘下の香港英字紙サウスチャイナモーニングポストは先月、マ氏が環境問題に関する農業技術研究ツアーのために欧州を訪れたと報じた。先週の記事では白い防護ガウンを着て植木鉢を持つマ氏の姿が掲載された。今後も農業インフラや植物育種に携わる欧州企業や研究機関を歴訪する予定だと記事は報じている。アリババの共同創業者であるジョセフ・トゥアイ副会長は6月、珍しくマ氏に関して CNBC のインタビューに答え、彼は今身を低くしている。私は毎日彼と話をするとした上で、ジャックが巨大な権力を握っているというのは当たらないと思う。と付け加えた。彼はあなたや私と同じくごく普通の一個人だ。と、トゥアイ氏は語ったということでございますね。このロイター飛ばし飛ばし読みましたけども、全部は読めてませんで、半分も読んだかなという感じです。貼っておきますんで、大変興味深い、途中ちょっとだけ冗長ですけども、まあいい記事だと思います。去年あたりから顕著になってきました中国の習近平政権はですね、ジャック・マーのようなですね、まあ声太った中国の大資本家をですね、徐々に締め付けてきております。でどうやらですね、こういったジャック・マーみたいな存在が今後現れることも許さないという情勢です。で、まあ、一気にジャック・マーさんをと捕まえてですね、ゴーツープリズンにするのかなと思ったら、出国を許したということで、ちょっと緩めたんちゃうかというふうな観測が今あります。だから株価が上がってですね、5兆円増えたということでしょうけども、大きな流れは変わらないと思うんですね。だからアリババみたいな企業がガン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 儲かってっていうような状態は今後そう長く続かずに、どこかでですね、アリババもですね、共産党に接収されると思います。そうなった時に今までのような成長が見込めるかっていうと、かなり難しいわけです。ジャック・マーさんもそのうちですね、個人資産を抑えられるんちゃうかなと、でアリババから追い出されるんちゃうかなという気がしますね。だから何年かかけてアリババとかテンセンとかって、ああいう企業はですね、中国の共産党の支配下に入っていくんだろうなと。それが中国経済にとっていいことだと、いいことだとは全然思いませんよ。そんなもん共産党が支配するのは国営企業と一緒でしょ。国営企業の赤字ってのは中国の社会問題でもあるわけでしてですね、アリババもテンセントも国営企業になればですね、まあいずれは経営は行き詰まるんちゃうかと。少なくとも今までのような革新的なですね、新しいシステムをどんどん入れてということにはならないと思います。中国共産党が大きく舵を切ってですね、今後は資本主義的なこういう企業の台頭を抑制するというふうになっているのは明らかでございます。ただどの程度のスピードでそういう方向に向かうのかっていうのは今まだちょっと見えにくいですね。ですんで、まあ、今後注意深く見守る必要がありますが、もう時代の流れは変わったと言い切っても過言ではないと思いますね。
で、今後だからジャック・マーみたいな人がですね、ノーノーとマジョルカ島で遊んでられるかというと、まあ、そこも見どころでございまして、本国に呼び戻されてガチャーンとなってですね、ゴーストプリズンってなるようであれば暗黒時代がいよいよやってくるのかなと思いますし、マジョルカ島で遊んでる分にはですね、あ、まだ緩いなというふうに考えることもできます。現在まだ緩い段階ではないかなと思いますね。はい、ということで、貼っておきます。あんまりそのね、明るい話ではないんですけど、まあこれからの中国を占う上でですね、一つの試金石かなと思いました。はい、皆さんどうもありがとうございます。